の気温と消費は実は密接に関係していて、22度になるとビールが売れ始め、27度になるとアイスクリームが売れ始め、30度になるとかき氷が売れ始めると言われています。そんなアイス業界のロングセラーといえばガリガリ君。今週乗り合わせたお客様はこのガリガリ君の海。業界もう今やめようと思ったんですよ。この業界
いうことで、じゃあどうしたらいい？で、一番その長い間植えてるものって何だろう？そこで目をつけたのが飲料なんですよ。で、飲料で一番長い命を持って今でも売られてる商品があるんですよ。ソーダなんですよ。ソーダっていうかなって言ったらいいのかな、ラムネであるとかサイダー、あれなんですよね。あれが今三ツ矢サイダーさんも売られてますしね、あれが一番飲料の中で長い歴史があるんですよ。で、それをね、そこに目をつけて、じゃあそれをアイスにしようと思ったんですよね。炭酸入りのソーダを固めることに苦戦しながらなんとか完成。問題はその先にありました。やってみたらみんな同じ色なんですよ。凍らせると真っ白。それだと何だかわからないよねってことになって、じゃあ色をつけてみたいと、じゃあどんな色にしようかと思った時に、それがやはり地球を考えたんですよね。空のスカイブルーとコンペディの海の色、あれに共通する青色だったんですよね。で、それで今じゃあ青色にしようってことでつけたんですよ。グール TV ブレインチュエイ福井壮太、思わず好きになる、あるある、思わずのめり込む、あるある、思わず続いてしまう、あるよね。これすべて勉強の話。思わず笑いしまう、ルール TV 福井壮太です。動画ですか？はい、つい夢中になって見ちゃう方です。個人的には映画の予告なんかが、何でも先取りしてるのってちょっとワクワクして楽しいじゃないですか。LTV は全編オリジナル動画。明日の授業を先回りすることで身につく小中学生のための新学生サービス。全国の教科書に対応。思わず学んでしまう LTV、 まずは無料登録。じゃあ問題を解いてみよう。何が面白いの？後で教えてあげる。その次を見たくなる授業ってきっと面白いんじゃない？ここでいるよと自信を集めるよ。絶対電話をつないでお送りしているスクール TV ドリームプレイ。アイス業界のロングセラーガリガリ君のお見事や赤字人間の佐々木正嗣さんとの時間の旅、今夜は第1話でしたが、いかがだったでしょうか。ロングセラーの誕生には意外な背景がありました。オエロサックを受けてというを抜け出した